3分観察教えちゃう。この番組はのどぐろ教え役の原田さやかが与えられたテーマを3分間ひたすら話していくミニ番組です。今回のお題は3分ライブということで、なんかなってますね。いやー、ですね、ライブもですね、終盤にね、なってきました。あ、うるさいですね、なんかなってますね。はい、お客さんみんな盛り上がってますか？イエーイ。あ、約1名が盛り上がっていただいております。あとで編集でいっぱいかぶせてくれるから。あ、本当ですか？わーっ、わーってできるから。あ、じゃあ結構な、じゃあ300人ぐらいのお客さんがライブハウスですから。だった、ライブハウス。そうね、うん、あ、どこがいいですかね。1万人ぐらいね、のお客さんがね、集まってくれました。本日はドームライブだそうです。やったー、やったー。呼び捨てだ、ありがとうございます。嬉しいですね、完成というのも。何を話そうかな。今ね、MC っていう設定なんですよ。MC 中なんですけどね、今。MC って何やるんですかね。かわいいよ。あ、ありがとう。回って、回って、くるりーん。かわいい。どうしよう、これ。じゃあみんな、聞きたい曲ある？ゾウさん。ゾウさんですか。じゃあ次の曲はゾウさんにしようかな。じゃあみんな、どうしよう、歌うことになっちゃう。どうしよう。あ、練習ですか。あ、じゃあコール&レスポンスのね、練習をね、したいと思います。ゾウさんにはね、必要ですから。どんなの。じゃあ行くよ、みんな。私がゾウさんって言ったらゾウさんって言うんだよ。はーい。せーの、せーのじゃないや。ゾウさん、ヘイ。ゾウさん、ゾウさん、ヘイ。ゾウさん。ヘイってどこ、何ヘイって。なんかヘイって言いません？コール&レスポンス的なのってリズムがあるから。じゃあ手を叩きます。いきますよ。ゾウさん、ヘイ。ゾウさん、ボリュアル。二階席が寂しがってますね。寂しがってます。違う違う。そうじゃない。二階席のみんな楽しんでるかい。イエーイ。二階席のみんなは何が聞きたいかな。ゾウさん。ゾウさんか。じゃあね、今からね、ゾウさんを歌おうと思います。それでは聞いてください、ゾウさん。ライブ終了です。朝吉夏と原田沙耶香がお届けするレディオキリングバイツ獣人ウォッチングはインターネットラジオステーション音声で毎週金曜日配信中です。聞いてください。